ランコ様に導かれてウキペディア実況、本日もやってまいりましょう。ということで本日は、ステニアンですね。またまた地層です。地層コンプリートする可能性がちょっと存在しますけど。まあやっていきましょう。さあ、いつの時代だステニアンは。ステニアンは中元世代、エクタシアンの終わりから新元世代トニアンの始まりまでの22億年から、10億年前を占める地質時代の木である。 木っていう、これ木と呼ぶの、これは木と木である。なるほどね。うわあ、だいぶ古いな。あ、原世代か。そっか、今まで新世代だったのか、チバニアンとかも。そっかそっか、この位置か。だいぶ古いね。そっか、かなり古いとこ来ましたね今回は。そうすると上がないから、なんか今回また当たりそうなとこ絞られた感があるな。あ、短っ。短しばらくは短い動画になりそうですね。木である。この時期に形成された変成岩の狭い帯に由来して、ギリシャ語で狭いを意味する。あ、これ名前違うんだ。セットゥノスから名付けられた。ステアニス。日本語では決定されていないが、中国語の漢字表記では氷大陸となる。この時期に超大陸ロディニアが形成された。これあれかな、なんか大陸がぶつかって一つに形成されたってなんか言ってたやつかな。そういうこと、そういうこと。これ当てると出るかな、意味が。あ、違うか。世界のほぼ全ての陸塊が集まってできた超大陸。あ、合ってそうな感じだな。合ってそうな感じだね。前なんかやってきたやつかな、合体したっていう。うん、形成された。化石の発見も少なく限定的で、木への細分化はされていない。あー、やっぱ古すぎて難しいのかな。なるほどね。かなり情報が少ない位置なようですね。結構ニッチなもの拾ってきましたね、ランコ様。ランコ様何なの最近、本当にそれ。地層への興味。はい。カップラーメンはできましたでしょうか皆様。カップラーメンができるような時間ですけど、本日ここまででございます。まあ、1ステップずつね、やっていくのでね。では、ランコ様、起きて。あれ、どこ行ったランコ様。ここか。起きて。OK。では、ランコ様。まあ、そろそろ地層以外でいいんすけど、もうちょっと長いの読みたいんですけど。まあ、いいけどさ、楽でいいけどさ、動画としては。もうちょっと長いのお願いします。導きたまえ、ランコ様。さあ、何になる。まあ、やっぱ、あ、でも逆に少ないから右側が外れる可能性は、ちょっとニアンシリーズで多かったの今。くっさー、アーティンスキアン。ニアンではないな、確かに。どれだ、アーティンスキアンって、どっから来た、アーティスキアンってどこだ。でじゃねえか。下か、下から来たのか、これ系から来たのか、これ系から来たのか。またそっか、下にこれがいるから強いな、これ。この燃費強いな。抜けられねえな。本編短くて燃費ある系列だとなかなか抜けられねえな。わかりました。はい、記憶してください。では次回アーティンスキアンでお会いしましょう。ありがとうございました。Yeah.